三朝温泉、世界屈指のラジウム含有量を含むことで知られる鳥取県三朝町の温泉である。外から丸見えの河原風呂が有名で、多くの旅館が立ち並ぶ温泉街である。今回はその三朝温泉の歴史に迫る鳥取ヒストリー。平安時代末期、大久保様之助という武士が三徳山参拝の道中の三朝の里にて白い狼を見かけた。大久保はこれを討ち取ろうとしたが、このような年老いた狼は時に神仏の化身ということがあると思い、そのまま見過ごして宿に帰った。その夜のこと、大久保の夢に妙見大菩薩が現れた。妙見大菩薩は大久保が狼を見逃したことについて触れ、その方の慈悲深い心に感じ入った。その報いに出湯の在りかを教えよう、そう言って道案内をしてくれた。翌日、大久保が教えられた道順通り行くと、一本の古い木があり、その根元から温泉が湧き出していたという。この場所は株湯と呼ばれるようになり、これが三朝温泉の起源と言われている。明治時代になり、三朝村が誕生すると、三朝温泉は村の重要な産業となった。三朝温泉を発展させ、そこからの収入を村の財源とするべく、村を挙げての温泉経営を行った。すると三徳山参拝、商工の町倉吉、港で栄えた橋津赤崎などの富裕層の呼び込みに成功する。温泉からの収入はどんどん大きくなり、ついには村の財源の 70% を占めるまでに至った。山陰線が開通すると、三朝温泉の入湯客はさらに増加した。鉄道を利用して関西圏の裕福な客層が三朝温泉を訪れるようになった。さらに大正5年、内務省から三朝温泉のラジウム含有量が世界第1位という発表があった。これにより三朝温泉イコール世界一のラジウム温泉のイメージが定着。三朝温泉の知名度は一気に上がり、遠方から多くのお客さんがやってくるようになった。さらに三朝温泉はこの世界的な温泉を医療に利用するため、ラジウム温泉診療所を新設したり、岡山医科大学三朝温泉診療所を誘致したりと、温泉と医療を結びつけた。さらに三朝小唄の大ヒットにあやかり、知名度を高めた。三朝小唄を題材にした三朝温泉が舞台の映画も大ヒットを収め、全国に三朝温泉の名前をさらに知らしめた。しかし日中戦争が勃発すると状況が一変する。贅沢は敵となり、旅行に行く者などいなくなった。三朝温泉街から人が消えた。戦争末期には三朝温泉の旅館は負傷兵の病棟として使われた。旅館には若干の宿舎料が支払われるだけで、経営的にはかなり苦しかった。戦争後も三朝温泉への客足は戻ってこなかった。戦後の物資不足やインフレに悩む国民には観光旅行は浸透しなかったのだ。ところが昭和25年に始まった朝鮮戦争を契機とする朝鮮特需により、日本の経済は復活していく。この復活に合わせて日本経済を支える労働者たちが、会社ぐるみで、グループで、家族で観光に訪れるようになった。この観光ブームに合わせて三朝温泉の観光客は
ものすごい勢いで増えていった。そして昭和46年にはついに100万人の大台を突破した。こうして三朝温泉は日本を代表する温泉地となったのだ。観光客数が100万人を突破した三朝温泉、人々は理想の地を求め未開の地三朝高原を目指した。果たしてそこで待ち受けるものとは。そしてラーバン計画が動き出す。神話を描いたようなイラストがあります。三朝で最も歴史ある橋、三朝橋です。三朝橋の横に三朝コウタの銅像があります。ハワード風呂です。こちらが三朝神社です。お、木の株が見つかりました。あります。株湯に入ってきました。いやー暑い。手も真っ赤です。後楽城へやってきました。いいじゃんじゃない。え、おお、ラッキー。あ、村に来たわ。うわー